小島忠七は、江戸時代後期の武士、道の区の大名津軽氏の家臣、小島左近とも言う。文政七年九月十七日、陸奥宜広前城下山下町に、広崎藩士、伊藤全米の四、男として生まれる。二百国の同藩士、小島貨兵の養子となった。書院版、柳井町奉行などを務めた。明治元年二月足軽頭となり、 約国を与えられる同年9月23日、の平治戦争で戦死した。同2年12月、長男、小島貞緒に、永世前50票が、藩主、津軽津久明らより下視された。大正7年、15位を追増された。戦闘の経過については、野平治戦争経過を参照。森岡藩市正元末作りと一気打ちになり、南部方の増票が、 丸太棒により足払いをして、付け立ちし、戦死した。戦死の際に着用していた兜はその造標の手に、渡ったが、その後ゆえあって、野辺じ八幡宮に奉納された。なお、一説には退却しようとしていた左近を末作りが、大声で呼び止め、剣術に優れていた左近が応戦し、末作りは右手を負傷したが、左近の額を切りつけた。そして、 逃走しようとする左近の脇腹を刺し、仕留めたとも言う。また一説に、はじめ森岡藩の倉立キ助と戦い、キ助が銃を捨て、逃走、末作りが打ち取ったとも言う。戦士の際の服装は、少女比の陣羽織、藤色織物の小馬鎌白羽二重の具足下着、陣傘を着用していたという。野ヘジの野ヘジ戦争戦死者の墓所に、 他の戦死者26名と共に葬られた。小島が描いた現存最古とされるネプタ絵が、広崎市立博物館に伝わっている。この絵は、左近が1868年、広崎藩と南部藩が交戦した野平寺戦争に中隊長として従軍した際、青森の横内村に張った陣中でネプタを作って、運行した時のものであることが、昭和初期の文献に書き残されていた。 義父、小島家平貞勝はもともと森岡藩の投稿であった。相馬大作事件で師匠の大吉と共に襲撃を広崎藩に密告した。その功により小島の姓が与えられ、名前も吉吉より家平に改名し二百国で津軽藩に仕官した。ただ、彼は南部藩にいた時から南部藩主と同じ字があることから家平と名乗っている。貨平の娘婿が、 平地である。家幣の祖父は、関脇宮城の金之助である。孫の小島進の進は1884年、青森県市範学校を卒業後、1885年には、同校社長、1886年に、同校共同、1897年に故郷に戻った後、第59銀行取締役、津軽銀行監査役を歴任する。 小島左近は、野平地戦争で非合の死を遂げた。小島は、助立ちした兵士をきっと目を見開き、すさまじい顔で睨みつけ、卑怯者、何十七代にわたり呪ってやると言い残して、息を引き取ったとされる。兵士は報奨として、小島の兜をもらった。しかしその後、兵士は突然病気で亡くなり、家族にも不幸が続き、家業もうまくいかなくなった。 それを見かねた問屋の旦那様がお金を貸し、その代わりにと兜を差し出すと、今度は旦那様が急病になる。気頭氏にお払いしてもらうと、気頭氏は恨みの兜、兜を返せと告げた。そこで兜を兵士の未亡人に返し、未亡人は野辺寺八万宮に兜を収めた。ありがとうございます。